はい、ご視聴ありがとうございます。マシューです。ウィニングイレブン2018マイクラブ、本日も行っていきます。さあ本日はですね、私、紙データですね、プアタンさんが、いよいよ公開してくれている状況で、まあ、他の方が作ったやつをですねまとめて公開してくれてるんですけど、セリエア、プレミアリーグ、それとリーガエスパニョーラ、それとセリエアかな、それとあと各大会の、が今のところ出てます。まだブンデスとかあれですけども、そんなところからですね早速私の方も対応してみましたので、例えばこれですね、これだ、リーグで、例えば、この名前がリネームされて、ますね。プレミアリーグ入ってます。スカイベッドチャンピオンシップ、リーガー1、それとリーガ2、セリエ A、B、ALT ビッチ、ラリーガサクンタンデール、ラリーガ1、2、3でね、リーガーのブンデスリーガーということで、こんな感じでね、でもリネームが画像とともにできてます。はい、次はカップですね、カップの方もリネームが入ってますね。これ2017ちょっと対応失敗してできなかったんで、今回嬉しいですね、もうできたのはね、コパリベルタ、リベルタドーレスか、あと FIFA ワールドカップロシアですね、2018、いよいよ来年ですよね、ユーロ、コパアメリカ、アジアカップ、アフリカネーションカップ、トライカップという形で、もうこれちょっと今回イベントを考えてますけどね、一応そんな状況になっています。さあそしてあと、そういうことで選手関係というかね、選手はねチームのリネームが、もうできているものがあるので、軽くちょっとそこら辺もご紹介しながら、ですね、よいしょ、どこだっけ、エディットだよね、エディット、あったエディット、現在対応しているのが、さっき言ったプレミア、ですよね。まずチームちょっと見てみましょうか。プレミアリーグ、これですね、ボーンマス、ウェストハムユナイテッド、レスター、ライアン&コーブ・アルビオン、ね、サウサンプトン、ワトフォード・バーンリー、リーグですね、でチャルシー、マンシーですね、ユナイテッド、エバートン、トッテナム・ホットスパーズ、クリスタル・パレス、ストークシティ、ニューカッスル来た、スウォンジー、ウェストハム、あとハンダースフィールドタウンで、こちらがスカイベッドチャンピオンシップ、まだ入ってない、ね、あとリーグワンコンフォーム、ね、ちょっとこれはセリアとか入ってねえな、メンバーを名前が上書きされてないってことなのかな、あそっか、まだ押してないだっけ俺は、あそっかそっか、押してないだけだね。チャンピオンシップこれはあれですよね、うん、プレミアのね、あれだよね。で、こっちが、リーグアンですね。うん、入ってる状態ですね。まだこれは上書きされてないんで、セリアですね。セリアの方入りました。ベローナ。もうこれは最初から入ってたかな、ちょっと忘れちゃいましたね。あ、ユベ来ましたね。ユベちょっとマークがなんか気になりますけど、なんか違うんだよな、ユベントスも。これはちょっと後に上書きになるかな。ということですね。はい、そして、まだですね、でラリーガ、サンタンデール、さあ、マラガ、ね、入ってきましたね。ってことは、当然のことながら、一番待ちに待っていたこのチームですね、レアル・マドリー、来ましたね。やっぱこれがないと気合が入らないですかね。はい、レアルも入りましたということで、ブンデスはまだですね、早くデータが来てくれてありがたいですという状況になっておりますと。はい、さあで今日はですねちょっと一つデータ管理で、監督、私パリ・サンジェルマンの、監督ですね、あれを実は今回契約しても使ってるん でまだリーガアンの方の、紙データがまだ来てないので、ウナイ・エメリーですね、方だけをちょっと待ちきれないんで少しやっちゃおうかな。で、やり方ですけども、毎年やってるんで、まず、インポート、画像データインポートですね、監督サイズで、はい、いました、はい、ここですね、OK、はい、今読んでる写真を
詳しくはね、他やってる方、まあ、ちょっと私のあれでもよければちょっと説明文に載せておきますけども、これで、監督ですね、監督ここの、リーガーファン、パリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマンで監督、これですね、クイーンだっけ、あ、そうだ、エマイ・エミリー、クイーン、名前を変えてみます、エマイ・エミリー、いいな、で、エミリーですね、エミリー、なんかでも半角っぽいよね、大丈夫かな、大丈夫ね。で、写真ですけども、ここで、ロードということで、先ほどの撮ったのが出ました、内容のね、顔ですね、はい、入りましたですね、これでうないエミリーが入りましたということですね。これで、私の方のチームに多分なっていると思うので見に行ってみましょうか。さあ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 、マイクラブ入っていきます。先ほどあれですね、シム戦のコンペ、ちょっと2回、今日の1日だけ、1日だけは2試合ぐらいか、2試合じゃない、2大会ぐらいできるようになってましたね、楽しみね。ちゃんとまた、出てくれるんですけど、NA をゲットするのが一番いいんでね。あ、もう顔変わってますね、エミリーにね。はい、変わってます。うないエミリーってことで、監督変わってますね。こんな感じで変わりますんでね、ちょっと対応してみると面白いと思いますけどもということですね。さあ、エリートチャレンジのですね、あれでコブ戦の方の唯一残りラスト決勝に入ったやつですけども、さあ相手はチェルシーですね。行ってみたいと思います。まあチェルシーはなんといってもモラタですよね。これが本当に厄介なんで、さあさあさあ、おっとトップスター3人がみんな良くないな。まあでも行くしかない、頼むぞ。さあ行きます。今のねやっぱ守備が 4CB になってるんで、いかにカバーで後ろから上がってあげれるかっていう、そんな状況になっちゃったんですよね。難しいですね本当ね、サイドっていうのは使い方が難しいと、本当自分サッカーあんま経験ないからあれですけど、それだけはちょっと感じますね。さあさあ、おっとマラドーナが、ちょっと頑張るジェコ、よし、うまい、よし、あった、ちょっとね、今あれをシュートフェイントかけたつもりだったんですけど失敗しちゃいましたね。あ、フェラーリが出すのもったいないな。ペトロか、ちょっと厄介なのがいるな。ちょっとねこんな感じなんですよね、やっぱり 4CB だと。うわっ、構わちゃったの、あった、逆サイド飛ばされちゃう気がしちゃうな。うん、はずり絶好調ですね、はずり、よし、はずり、カマーチョ、あきた、やっぱそっち持ってきたか、モーゼスの、やばい、あー、くそー、もらったか、
ちくしょう、わー挑発された、くそー、なあ、運的よりでかいんだよね、確かにもらったのがね。ああいう感じのねシュートフェイントを やりたいんですけどね、まだ。ちくしょう、2013からねウィーレ本格的にやってますけど、シュートフェイント2014の時はでしたね。うちの方はパス通らないと、へい、ペライナ勝てる、よし、問題はここだ、ボロタ頑張れ、こっちへ、よし、あー、うんち、よし、おかぶ奪え、あー惜しい、今のフェアに、よし、あれ、うわ、うめえな今のモラタ、よし、ナイスンディティ、くそ、よし、フェライニ、あ、惜しい、よし、あーくそ、今クンってジェコが戻りましたね、あれがなんかコンピューターだろうな、あージェコ、さあペドロ対、よし、ウンティティ頑張ってんな、さっきから、カマーチョ、おいおいおい、カマーチョ、うわジェコそこパスねえな、よし、あくそ、よっしゃ、あくそ、マティウ、お、モーゼス打つか、おーし、さあ1点いこう、1点、これ邪魔だな、このなボールタッチ回数とか出さないでほしいな、今日も全くなし、なんか消す方法あるんですかね、いや今のはあれですから、ナイスハズリ、あくそー、いい攻めだったな、ラインブレーカーだったからな、よいしょ、やばい、あぶねー、よくやったホースター、いやこれホースターがギリギリ頑張ってくれたな、よく止めたな、うわーホースターよく頑張った、給料上げてあげなきゃいけないぐらい、ジェコナイスアシスト、うん、
ガーワンタッチ、うわよく反応したクルトワ、欲しいなクルトワ、最後だな、よしじゃあボルト、あくそくうわーなんとか同点に追いつかなきゃ、惜しかったなボルト、さあ意味では相手の方が少し勝ってましたよね。そうですね、この後点を取っていくためには、うん、動かしながら相手のペースにかからないようにしていくことでしょうね。なるほど、いやフォルトが疲れちゃってるな。続き試合を楽しみください。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。ハズリ、おハズリナイス、よし、いやシーザー今のハズが調子だけあって頑張ってね。これ見えなくなっちゃうんですよね、ほんとね、最悪だよな。見立てながら攻め上がっていく、大きく縦へ、ジェコサイドのスペースを使います、上がっていく右サイド、ボルト来た、ボルトきたー、ボルト本当にサッカー選手になっちゃったもらったがいいな、こんなだったら。こうあれだけの背が高くて足が速くて、それで本当ね体幹もあったらもうこれは怖いよね、左サイドロナウドみたいなもんだもんね。うわー狙ってたね、ナイスマラドーナ、このねスローになるリプレイいいね、うわいいとこに入った、よし来た、川崎大谷に持ち込みました、一旦仕切り直しですね、現状は五分、精神的には追いついた方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと全体読めなくなってしまいましたね。ジェコサイドを使う、マラドーナ、おいい形じゃないですか、ボルト、あーくそ、ジェコが追いつか、フライにカマーチョ、モーゼスごときに、モーゼスごときに、あーくそ、マラドーナ、うわ、外れすげえ、あ、くそ、あ、もう疲れてきた、いやー惜しかったな今の、おいカマーチョ、よし、あー惜しい、よし、あーくそ、ああハズリ、マティップ、よし、さあ行け、おーっとっとい、スタキャン出ちゃった、うわー、やめるが出てきた、これは厄介なの出てきたな、ザールか。
と。こうだな。さあ、来た。呼んでんだよ。フェレイリ。大丈夫大丈夫、勝負。よし、ファールなんかじゃねえじゃん。よし、あー、クソマラドナ。今度も負けねえぜ。よし、うわー、ウンティーティー頑張ってる。よし、あー、もうフラフラになってる。天狗じゃ負けねえぜ。ハズリー、もう一回。うわ、危ねえ。ふ最後、うん、よく頑張った。さあ、ジェコジェコがもうバテちゃってるんで、アブバカル頼むわ。下がっちゃうもんね、フライにはちょっと使いたいから。それはすみません。よし、さあ、アブバカル頼むぞ。アブバカルもポストプレイヤーだからな、ラインブレイカーじゃないから。ああ、ハズリ、よしよし、いいぜ。イエローだろう、うん、イエロー、いい、よくやったハズリ。相手のあれを前線に来させよう。よしよし、いいぜ、いいぜ、ハズリ。ドンマイ。あ、嘘だろ。今のバツボタンでフェラインにパス出したんですけど、なぜか前蹴りましたね。後ろにこうカーソル合わせてるのに。まあ、なんかカーソルが残ってたって、そんな言い訳になるのかな、この身は。うわ、チェルシー、これは奪い返します。カマチョ、カマチョ、サイドのスペースへ走らせる。ウンティティ、
しいパス。あーくそアブバカルいい攻めだったんだけどな、もうボルトがダメだな、ヘロヘロになってんな。フライニーよし、カマーチョ、カマーチョからアブバカル裏へ届くか、どうする、うわーマジか、浅野拓磨みたいになっちゃってんな。ナイスフォースターフォースター、フォースター頑張った。ウィリアンか、うわー左手一本、よっしゃあ、くそ、ここでホイッスルです。まずは延長の半分が終わり、さあ後半だ、延長、依然としてタイスコアの状況は変わっておりません。そしてここからは選手たちにとって疲労との戦いともなってきます。気力、体力、はぁ、あ、みんな疲労された、制するのはどちらのチームでしょうか。あと15分です。やるしかない、アブバカルに勝負をかけてもらうしかないよ。そう、こうなると本当にスパサブの CF ってのがいかに重要かってのが、あ、そう、ヌゴロカンテ、アブバカル、バカヨコ、ここすぐ奪い返します。チェルシー、これは来た、1対1、シュート、オッケー、ジャーブバカルいや来た、頑張った、分かる、いや言葉がないね、よく粘った、うん、ちょっとね待ちすぎちゃったけど、ここあれよく詰めた、アブバカル頑張った、うん、よし奪って、あー粘りすぎちゃったよ、く決めたのこれ、よいしょ、お、ドリンクウォーター出てきた、ドリンクウォーターって言うとプラタンを思い出しちゃってます。川崎としてはこの重要な場面でね、と言いますか、モチベーションを保ち続けたというね、結果が出ましたよね。そうだな。そう、なんかこのパターンが多いんだよね、今回コンピューターのチェルシー。まっすぐ前出すのに、なぜか。おぉ、じゃあ、アブバカル2本目、アブバカル、アブバカル来たー、じゃあ、来たー、いやー、いやいやいや、強いな、アブバカル、アブバカル今日2点目です。おお、ジェコよりも強いかって感じぐらいな、アザールと競ってる、
翼具持ってないのがね、信じられないぐらいの強さですね。うお、回ってる回ってる、よいしょ。さあ2点差になった。うわ、上からすげえハットトリック狙ってる。うわ、もうアブバカル止められてねえじゃん、もうチェルシー軍団。うわ、来るとは、惜しい。あくそー、さあ勝った。よく頑張った。前後半、延長も前後半戦ってこのまま。分かる。大活躍でしたね。試合が終わりました。いや、短い時間の中でよく逆転まで持っていきましたよね。いやー、気がついたっていう感じでしょうかね。いやー、このね、切り返し。俺も真似したいけどできねえな。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。普通ならね、あれ、キーパーの逆サイドの方にファー側の方にヘッドで入れると思うんだけど、ニヤに落としてきたもんね、もらった。うわー、怖え、これ。うーわー、ホスターすげえ、よく頑張った。いやー、右手ギリギリ。だからそうか、マダロドの外したやつか。うん、これも惜しかったな。うわー、クルトワね。これここでちょっと流れが見えましたね、ボルトのね。ボルトがね、読んでて手を挙げて、いいタイミングでヘッド。よし、おお、当たった。ペドロ、これハズリか。うん、これでもよくハズリ止めたな。ウィリアン、ウィリアン怖いな。いや、来た来た来た。いや、アッシャーホスター。では左手一線。うん、奪って、アブバカル、アブバカル。うわー、ニアギリギリ。ウサインボートのいい動きだったな。よっしゃー、この最後惜しかったな。ハットトリックは許してもらえなかったっていうね。はい、よく勝ちました。パス成功は低いな。ポスターもっと頑張ってたと思うけどね、 5.5 より。うわ、センターバック陣が広いね。マッチクフォーティング頑張ったと思うけど、アズバクが 7.0 ってことでね。ゴールドですね。ということで早速行ってみましょう。
もう今ねちょっと放心状態です、はあ、これ何時のチャレンジって確かあるんだね、確か変わるんですよね、これ次もしやった場合クリアファー報酬でですよね、 500GP ですね、12月31日、2018年ですからね、来年までもう終わりですよね。なんか変なガチャですね、これ。どう失敗しちゃった。さあこうか。さあじゃあ行きましょう、見てみましょう。さあこれですね、ゴールド。あ、でもゴールド41、73ってことで黒も来る可能性あるの。おー、まあ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 、ロナウドとは会えないだろうね、まだ。そうしそうにはならない。なんかここら辺が来そうだよね、こう。あ、ベランダ。これできたらいいな。泣くな。ムリエルだ。ムリエル。ムリエル。ムリエル。スパサクな。ペドレオンってこんなに能力上がったんですね。びっくりしちゃった。金になってる。銀から。あれは、ペドレオンの。個人的にはスパサブがある選手、ああもうモラタ欲しいな、モラタね、スパサブあるの欲しいね、本当に。デルアリだ、金になってるデルアリも。さあ行ってみましょうか、勝負はどうだ、行きます。まあでもな、金なんだろうなと思いつつ、どうだ、うお、ああ、ほら、モラタ来てくれ、モラタ、モラタ来てくれ、誰だ、誰、おお、グリック、グリック、グリックなんだが、また CB と微妙だな、CB かー、強いねグリック。いや、キャプテンシー持ってんじゃんグリック。おー、はい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 、ヘッダーもあるしね、闘争心もあるし。あ、グリック、モナコなんだ。いや、 CB にはことさら、あの、はい、楽になりますね本当に。おかげさまで、センターバックは困りませんわ。困らないっていうのもどうなんだろうなって感じだね。どうすっかね。今のこの状況下だと、マティを下げて、いいじゃないですか。ここにグリク。で、グリクと、ボアテングの、あれはもう、あれです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。こんな感じでどうかね。すっげえもったいないような気もするけど、ね、ボアテングの方がでかいんだよね。でもキャプテンシー持ってるってのはね、すっごいグリクいいんだよね。ちょっとこれで行ってみたいね。グリック行きたいんで、なんか今回のこの、俺のメインは CB のあれになって偏ってるのかな、なんかね、そんな気がしちゃいますけど。はい、ご視聴ありがとうございました。とりあえずなんとか勝ててホッとしてますけどもという感じですね。次回もまた頑張りたいと思います。もしよろしければですね、チャンネル登録および温かいコメント等いただけると嬉しいです。また、お会いいたしましょう。それではコーナーねー、お願いします。